おはようございます。雨がねよく降りますね。雨が降ったからだと思うんですけど、なんか近くの野球場にキノコがなんかブオッと出ましてね、昨日までなかったんですよ。いきなりバッと出たんですけど、こんなね丸くね出るんですね。これね、あの金鱗って言うんだそうですよ。金の金ですよね。あのキノコって金ですもんね。でそれがこう輪っかの状態出るので金鱗って言うんですって。そういえばね、私これ時々ね見たことあるんですよ。これね下でなんかね繋がってるみたいですよ。で出ないとおかしいですもんね。最初ね私ねキノコの胞子がファッてこうファッてこう円形に舞うのでそこに出るのかなって思ったんですけど、どうもそうじゃないみたいですね。あの繋がってるっていうか、出ないと一気に出るのおかしいですもんね。これがねなんかね、あの英語でフェアリーリングって言うんだそうです。なんか妖精の輪っかなんで、なんか縁起がいいんじゃないですかね。いいことがありそうですね。なんかなんかねこれでかいのになると直径が600メートルになるやつもあるんですって。でそれがねなんとね700年も生きてたなんていう、調査のなんかそういうあれもあるみたいですよ。ですからこれなんか長生きですしね、なんか名前からしてフェアリーリングでなんかいい感じですしね、なんかいいことがあるんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、何しろこうこの雨で一気に雨で出ちゃったと思うんですけどね。まあこれ野球場ですもんね。まあこれ野球がまた天気になって始まる頃には取られちゃうと思うんですけどね。あの食べられませんかねこれ。白いのでね、毒のあるやつもあるので、まあ適当に食べるわけにはいけないと思うんですけど、なんか食べれたら美味しそうですね。そんなわけで、はい、雨もねもうちょっと降りすぎなのでちょっと収まるといいですね。はい、ちょっと青空が見えたりね、この辺り急にまたドワーッと降ったりとか、はい、しますけどね。車の運転なんかされる方はね気をつけていただきたいと思いますけど、はい、それでは失礼いたします。